それではやってみようと思います。図は太陽を中心とした地球の1年間の動きと、研究上の太陽の通り道付近にある星座の位置を模式的に表したものです。括弧1、地球から見ると太陽はこれらの星座の中を動いているように見えます。これらの星座を何と言いますか？はい、これは黄道十二星座ですね。はい。そして、括弧に、図は地球の北極側と南極側のどちらから見たものですか？はい、これはどう見ればいいかっていうと、はい、地球がこういうふうに回ってるように見えてるよね。反時計回り。これがつまり上から見たやつ。宇宙には上も下もないけど、まあそれなので北極側から見たと考えることができます。北極側。はい。括弧さん、だんだん難しくなってくるよ。地球が A の位置にあるとき、はい、わかりにくいので、ワン、ツー、瞬間移動、A の位置に移動しました、にゃん。はい、そして、真夜中に獅子座が見える方向はどれです？はい、これ、このまま太陽の位置に移動させてみてください。真夜中っていうのは頭の真上です。ね、太陽の反対側の方でね。太陽から一番遠いとこね、反対側にあるとき。このときに、獅子座が見える方向、獅子座っていうのは、ここだよね。頭の真上が南と考えて、太陽の位置まで下がってみるのがわかりやすい。はい、頭の真上、南中といって南です。これ、北、南、東、西と考えればいいよね。はい。こういう図を考えれば、頭の真上が南で反対が北、右が東、西と。ね、北に見えるのはどれ？北っていうか、まあ、これ太陽のこっちだから見えないけどね、水瓶は。さそり座が東、おうし座が西に見えると。真南は獅子座だから。はい。南側が正解と。はい、4番、だんだん難しくなってくるよ。地球が B の位置にあるとき、B まで来た。B の位置にあるとき、日の入りのときに真南に見られる。真南の空に見られる星座は何ですか？何ですか？はい、日の入りのときっていうのがどうやって表せばいいかってことね。地球の上に乗ってるよ。はい、日の入りっていうのは、今これ太陽から、この人今太陽の一番反対側にいるから、これが真夜中ってことだよね。日の入りはここだね。つまり太陽の近いところにいたのがだんだんこっちに回っていくと日の入りね。そしてここからこっち側に行くと真夜中になる。そしてこっちに行くと、だんだん明るくなってきて、これが真っ昼間ってことだね。日の入りはこの位置にあると考えて、はい、また太陽のとこに。はい、そうすると問題が、はい、真南の空に見えるのは、真南は頭の上なので、はい、さそり座ってことがわかりますと。はい、これも南、北、東、西と考えることができるわけです。はい。そして、5番、だんだんめんどくさくなるよ。ある日の午後8時、射手座が真南に見えました。はい。射手座が真南に見えました。はい。こういうことですね。はい。そうすると、射手座が真南に見えました。はい。そして、同じ場所で4ヶ月後の同時刻に真南に見える星座は
いて座が見えた。この人は1ヶ月ではどこまで回るかってことが分かればいいわけだ。つまり、12ヶ月かかってこれだけ回るよね。ってことは1ヶ月に1個ずつ回るって、30度ずつだったら 30×12 で360度で元に戻る。ってことは、はい、4ヶ月後なので、1ヶ月でヤギ座、2ヶ月で水瓶座、3ヶ月で魚座、4ヶ月で同じく頭の真上の真南に見えるのは、おひつじ座と、これ全部真南だったけど、これがまた方角が変わる場合もあるので、だんだん難しくなってくるので、これが一応基本形のやり方と考えてみてください。